その前に、まず本日はお忙しいところどうもありがとうございました。で、それでですね、台数分野の説明ということですが、まず、台数分野の教員ですね、教員、全部で10人います。全部で10人います。で、この中でですね、森田純先生に関しましては、パンフレット等には数理科学と、はい、所属されていると思うんですけど、こちらの台数の方で説明させていただきたいと思います。で、あと、有木祐介先生は、先ほど、小島先生からお話がありましたように、12年、この間の4月ですね、に着任された方の新人ということで、後ほどご挨拶があったと思います。で、これからですね、ちょっと、この、皆さん、大数分野の教員のですね、専門をちょっと話していこうと思います。ちょっと数学的な話になってしまいますが、ちょっと寝ないで聞いててください。パンフレットを見ながら聞いてくれると、ちょっと様子がわかるので、基本的にはパンフレットに従ってですね、ね、ちょっとなと思います。はい、じゃあ、いきますね。まず宮本先生からですね。宮本先生、ご専門にされているのは、有限群論の超検査材数というのを、専門にされています。で、有限群論に関して、群に関しては、皆さんは大体知っていると思うんですが、有限群というのは、有限この要素からなるんです。で、この条件作用代数というのは、あまり聞き覚えがないかもしれません。これは、ベクトル空間ですね。なんか無限個の積ですね。例えば、群だったら1種類しか積が入らないわけなんですが、そうじゃなくて無限種類の積が入っているような、非常に複雑な代数系なんですが、こういうものですね。これ、背景に物理なんです。これもちょっと、もう一度触れたいと思いますが、でこれらはですね、なんか非常に不思議な関係、これらの間に、非常に不思議な関係があってですね、それを研究しています。続いて、森田先生ですね。森田先生、森田純先生は、代数群理化、純形小数学というのを、されています。で、これらのうち、代数群というのはですね、代数多様体、ある種の多様体なんですね、なんかこう、代数方程式で定義される多様体なんですが、そういうものの上に何かその群の構造なの。群なんですけど、同時に多様体にもなっているんですね。で、これがまだですね。で、リータンっていうのは、このリー群ですね。リー群っていうのは、仮分多様体に、群の構造のものなんですが、そういうものと、そういうものや代数群を、なんかベクトル空間で、近似したような、こういうもの、こういうものを研究する。で、単純に代数的に研究されているだけじゃなくて、さらに、こういうものを、こう、準結晶ですね。物質科学における準結晶。に代表される非周期構造の解明とかですね、生命科学における DNA 配列に代表される文字列情報の分析、こういったものに応用されて、応用するような研究もされています。で続きまして、これ僕なんですが、僕はですね、リー代数、先ほど出てきたリー代数と、量子群ですね、これの組み合わせ論的な表現論というのを研究しています。でまたなんかよくわかんないことが出てきてますが、量子群っていうのはですね、この非常に大雑把に言えば、このリー代数、先ほど出てきたですね、リー代数にね、パラメータを1個、ここで Q としますけど、パラメータをなんか1個追加してできるようなものです。で、量子っていう言葉が記すようにですね、もともとはですね、数理物理、物理の理論からですね、誕生してきています。で、一方、表現論っていうのは何か、表現っていうのは何かというと、別名、多分の理論と表現と波群というのはほぼ同じものなんですが、こういう代数系ですね、群とかパンとか、頂点作用代数とか、量子群とかですね、こういう代数系がなんか作用しているような、線形変換として作用しているような加法群とかベクトル空間と、表現とか波群とかっていったりします。で、僕はですね、これ何やってるかというと、ベクトル空間なんで、非常に規定というものが大事なんですが、そういうものの中で、ちょっとこの量子群と相性のいいものを探してですね、それらを通して、この表現論を研究しようと思います。で、続きまして、藤田さんですね。藤田さんですね。研究されているのは、非多感ネーター感とか正感というわけですね。で、非多感ネーター感に関しては、ひょっとすると、大数の授業で習っているかもしれませんが、ある種の有限性を持つ感ですね。で、普通これ、多感感を扱うことが多いんですけど、そうじゃなくて、非多感のものを扱う。で、正感っていうのは何かというと、これ、
説明しますと長くなるので大雑把に言いますが、感情の自由感の立つ感というやつです。まあ、非常に大雑把に言えば、まあ、多項式感ですね。整数係数の多項式感みたいなやつの一般化だと思ってくれればいいです。で、これらをですね、ホモロジー代数と呼ばれる手法を使って研究しています。これもちょっと卑怯分ない言葉かもしれませんが、ちょっとこれも説明しさせてもらったので、端折ります。はい、続いて増岡先生ですね。増岡明先生のご専門はホップ代数です。で、ホップ代数っていうのは何かというと、これもまたまたややこしいんですが、ベクトル空間プラス間という仲間です。ベクトル空間の上に掛け算が定まっていて、間になっているものを考えます。こういうものをですね、代数とか多元間っていうんですが、それかつですね、さらに余代数っていう、それの、相対概念みたいなやつがあるんですが、それが、その構造も持っていると。非常にちょっと複雑なものですね。で、実はですね、先ほど僕の専門で出てきた量子群なんかもこのホップ代数の一種になります。で、増岡先生どういうことされているかというと、可観とは限らないホップ代数っていうのを、研究しようと。それをですね、新しい群語だと思う。これ非常におおらかに捉えると、群みたいなものだと思うことができます。で、新しい群論だと捉えましょう。で、そういうものを通して、いろんなもの、量子群、先ほど出てきた量子群ですね。で、あと、微分差分方程式の我々、これちょっと後でもう一回説明しますが、こういうものとかですね、スーパー幾何学とかに応用しよう。こういう研究されています。で、ホップ代数とか量子群っていうのは、代数だけじゃなくて、位相幾何ですね、低次元トポロジーとかの位相幾何とも関連してますので、非常に面白い研究対象です。で、続いて、木村健一郎先生ですね。専門にされているのは代数幾何で、特にその中で代数的サイクルとか、系群とかモチーフと呼ばれます。で、モチーフっていうのは何かというと、代数対応体全体の集合というのを考えます。代数対応体というのは先ほども出てきましたが、代数方程式で定義されるような対応体です。で、そういうもの全体の集合というのを考えて、それをなんかこう線形化っていう操作をしたものになるものが、モチーフと呼ばれる。で、この代数的サイクルとか系群というのは何かというと、モチーフの対象、つまり代数対応体のことなんですが、代数対応体同士が、どういうふうに関係しているか、いかに絡み合っているか、そういうものを表、そういうことを表しているのが代数的サイクルとか、系群と言われています。で、これですね、ホッジ予想とか系統予想とかですね、未解決の大問題に関係しているか。これ代数幾何の分野なんですが、こういう代数幾何でですね、こういう大予想に関するですね、仕事をするとですね、非常に評判が高まります。ですので、野心的な人なんかはこういう代数幾何でやってみるというのは非常におすすめです。で、続いて、星野光夫先生、専門は大量の有限次元多元間の多元間および同来点ですね。で、多元間というのは先ほどちょっとだけ触れましたが、ベクトル空間に積が定まっていて、それで間になっているようなものです。例えば行列全体の、行列全体の集合なんていうのは多元間になっているんですね。で、多群っていうのは先ほど出てきました、表現論ですね。表現です。だからこういうですね、大量の有限次元多元間がこう線形作用と線形変換として作用しているようなベクトル空間が多群です。じゃあ圏っていうのは何かというと、これもですね、実はホモロジー代数で出てくる、ホモロジー代数にですね、含まれるような概念なんですが、これはですね、対象と者からなっているようなものです。で、ちょっと例を、これもちゃんと説明すると長くなるので、大雑把に言いますが、例えば群の圏って言ったらですね、対象っていうのは群全体を考えます。で、者っていうのは群順同期を考えます。で、実はこれ、さっきもちょっと出てきてますね、これ、圏って書いてある。例えば代数多様体の圏って言ったら、対象はこの代数多様体全体の集合で、斜って言ったら、これ多様体なので位相が入っているわけなんですが、その位相に関する連続斜とする、多分そんなところだと思います。こういうものです。で、ホモロジー代数の一種でこういうものを研究した。で、続いて、三河先生ですね。三河明先生専門は素数論です。で、大体こう聞けば大体皆さん漠然と何がされているか分かると思うんですが、整数論の一分野、素数に関する研究をされています。で、手法としてはですね、解析的整数論と呼ばれるものでして、素数についての主張ですね、これをですね、解析的手法によって証明することを目標とされています。例えばですね、リーマン予想なんかも素数に関する
あの指標ですよね。あの素数がの分布がどうなっているかっていうのが、まあ、いわゆる分布の要素になっています。まあまあ、そういうのもおそらくこの解析数論に入るんじゃないかなと思います。ですので、この辺も、まあ、野心的な人には非常に魅力的な分野だとは思います。で、続いて、天野勝利先生ですね。北大数を用いた微分差分ガロア理論の研究。で、北大数は先ほど増岡先生の説明のときに言いましたが、まあ、大数かつ余大数という、まあ、ちょっと変わったものですね。で、微分差分ガロア理論というのは、まあ、実はですね、ガロア理論というのは、習っている方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、大体こう、単位の拡大になったときに、それからガロア分というのが決まって、でガロア分の部分と中間体が1対1に対応するというのがガロアの基本定理ですが、それがですね、こういう差分方程式とか、微分方程式とか差分方程式版というのがあります。で、まあ、そういうのを先に言うと、もうちょっと具体的に言うと、まあ、微分方程式や差分方程式のガロア群というのを考えると、まあ、それが実は北大数、多くの北大数に作用する。で、微分作用数や差分作用数の間というのを考えると、これは実は4間北大数。まあ、この辺ちょっとあんまり気にしないでください。まあ、とにかく北大数が絡む。なので、こういうものをですね、こういう左側にあるこういうものたちを、まあ、北大数の視点から、まあ、統一的に研究することができるだろうということで、こういう。北大数を用いてこういうのを研究する。で、最後ですが、最後は IT 祐介先生。先ほども言いました、まあ、この間の4月に着任されたばかりですので、パンフレット等にはまだお名前が載ってないと思います。ご専門は、まあ、頂点最小代数の表現論と、表形バリュー。で、頂点最小代数っていうのは、宮本先生の説明のところで出てきましたが、ベクトル空間に無限種類の積が載っているような、非常に複雑な代数。で、その背景にあるのが実はこの表形バリエーションですね。で、つまりこの頂点最小代数を生み出した母体になっているのがこの表形バリエーションで、これは物理、まあ物理が背景というか、まあ、物理とかですね、理論物理とか数理物理の話なんですけど、まあ、そういうものが背景になってきたわけです。で、特に研究されているのは、まあ、頂点最小代数の表現ですね。こういうベクトル空間の作用のうち、作用ですね、こういう。こういう表形バリエーションの立場から研究する。で、特にですね、表現がまあ完全多様 とは限らないものを扱っています。で、以上、これで今日1個の説明、駆け足になってしまいましたけど、これが、まあ、大数の分野の教員の説明です。で、さてですね、まあ、今回オープンキャンパスでちょっと説明を担当するということで、各教員ですね、各教大数分野の教員にですね、入学までにどういうことを知っておいてほしいかっていうのをちょっと聞いてみました。まあ、どういうことを知っておいてほしいかとかですね、あとどういうことをできるようになっていてほしいか、そういったことです。で、まずですね、知識編ですね、どういう知識が必要か。ね、まあ、宮本先生と藤田先生は、おおむね、まあ、ガロア理論ぐらいまではなんとか理解できる。まあ、そのぐらいの素養が、大数の素養があってほしいということをおっしゃっています。まあガロア理論を理解するには、まあ、そんなに難しい代数は必要なくて、まあ、代数の非常に基本的な知識ですね。そういうものがあれば十分理解します。で、増岡先生はですね、ハーモスカラリティに持つベクトル、線形代数の感覚というのを、まあ、ちょっと養っておいてほしい。まあ、これ、言い換えれば、要するに感情の観念ということなんですが、まあ、ひょっとすると、あんまり今、代数の軸ではやらないかなという感じなんですけど、まあ、こういうものを実習しております。で、僕はですね、線形代数の代数の基礎ぐらいがあれば大丈夫です。で、荒木先生はもう線形代数でいいかと。で、共通するのはですね、まあ、線形代数ぐらいは最低でもまあ分かってほしい。皆さん、線形代数は全部入ってるんですね。で、線形代数ぐらいは分かってほしいし、まあ、代数の初歩、まあ、群の定義は知りませんよとか、間の定義は知りませんよとか、そういうのはちょっと困るんですけど、まあ、その、ある程度代数の初歩ぐらいは知っておいてほしいというのが、まあ、希望です。まあ、ぶっちゃけた話をすると、これから皆さん代数分野を受けようと思ったらですね、おそらく大学院入試の勉強をすると思います。で、大学院入試の勉強をしてですね、過去問が解けるぐらいのレベルになっていれば、まあ、僕は旧大点で合格ということでいいんじゃないかなと思います。で、これがまあ知識編ですが、あとちょっと心構えみたいなですね。まあ、星野先生、まあ、代数に慣れててほしいんですけど、特に必要とする知識はありませんと。で、木村先生は、まあ、特定の知識、やっぱり特定の知識は特に必要はないけど、とにかく必要な知識を学び取る力は欲しい。
か。あの必要になっ、これは我々もそうなんですけど、あの知識はそんなたくさんいらないんですね。でむしろあの新しくいろんな知識を学び取る力っていうのが重要だっていう。で具体的には、まあ、毎日欠かさず6時間は使いに向かって考えられる体力をつける。で、最後、天野先生も自主自得の生徒で自分で勉強するということが、で、まあ、じゃあこういうものはどうやって学び取れるか、こういう能力っていうのはどうやって身につけられるかというと、まあ、三河先生がおっしゃってたんですが、まあ、教科書とは別のですね、まあ、皆さん教科書はあの授業で指定されて持ってると思うんですが、それとは別にですね、何かこうちょっと本格的なですね、数学書ですね、あの読み物、あの読み物じゃなくてですね、ちゃんと書面が書いてあるんです。そういうものを自分でちょっと読んでみる。で、これができればですね、おそらくこの辺は簡単にクリアできるだと僕は思います。よろしいでしょうか。ちょっとこの辺は厳しいかもしれませんが、まあ、あのとにかくこういう能力っていうのも、まあ、必要になってきます。で、まあ、これ授業ですね、代数の授業どんなのが行われているかということなんですが、これは多分あまり、ね、あの入ってみれば分かりますという感じですね。この辺が普通の授業で、この辺がいわゆるセミナーというやつです。で、後期課程に関して後期課程に関してもですね、後期課程からはですね、もうセミナーだけに。で、就職に関してですね、就職に関して、代数分野だからといって何か有利になるとかですね、何か不利になるということは決してありません。あの極めて平均的に就職しています。で、まあ、さまざまな業種職種に就職しています。で、これはここの特徴なんですが、まあ、教員になる人っていうのは非常に多い、あの他大学に比べて、まあ、多いと思います。で、さらにですね、後期課程に進学してですね、数学の研究者になるって人もいます。例えばですね、先ほど挙げた10人の中だとですね、天野先生はずっと筑波大学に所属、学部からですね、ずっと筑波大学で、研究者になられています。で実は僕もですね、博士後期課程、今でいうことの後期課程ですね、修士、前期課程までは別の大学にいたんですけど、後期課程からですね、こちらに移ってきて、まあ無事に工学研究者になることができました。で、筑波大学以外にもですね、さまざまな大学に卒業生が研究者として就職しています。で、確かこれ以上で、僕の発表終わりなんですが、最後にですね、一言だけ、皆さんこれまでですね、数学の勉強っていうのは非常によくやってきたと思います。学部で、もちろん中高ってやってきてですね、学部でいろんな勉強をやってきた。で、よく1年生とか2年生に、なんでこんなことを勉強するのか、要するに非常に抽象的なやつは、抽象的なものをやるとですね、なんでこんなことが必要になるのかっていう質問をよく受けるんですが、それはですね、将来数学の研究をやるために必要なわけですね。で、ところがですね、実は4年生の卒業予備研究、まあ皆さん今4年生とかは、ね、卒業研究とかですね、まあ、それに類するものをやってると思うんですけど、それではですね、それだけしかやらないわけですね、数学の研究。で、しかもあれは、基本的には、教員が指導してやってるんで、まあ、ちょっと研究というには、研究と勉強の間ぐらいになるようなものですね。で、本格的に研究をやるようになるのは、やっぱり大学院に入ってからになります。で、これは僕の意見なんですが、僕の感じなんですけど、研究っていうのは非常に面白い。僕も実は勉強っていうのは好きじゃないんですけど、研究っていうのは非常に面白いものなんですね。なのでぜひですね、大学院に行くかどうか迷ってるっていう人は、ぜひ大学院で研究ということをやってみてほしいんですね。将来数学者にならなかったとしても、研究をやったという経験は絶対に皆さんにとってプラスになると思いますので、ぜひ大学院に進学を研究してください。はい、ちょっと長くなりましたけど、僕の説明の方が以上です。ありがとうございます。